にちは、今回はですね、オピネルナイフ、オピネルナイフっていうとですね、用途としては料理、バトニングとかには全く向いてないナイフなんですが、僕はね、このオピネルナイフというのが好きでいつも使ってます。で、僕がいつも使ってるのがですね、このオピネルの8番のステンレスでオリーブウッドのものを使ってます。で、8番をですね、いつも使ってたんですけれども、こちら、覚えてらっしゃる方もね、結構いらっしゃると思うんですが、オピネルナイフのレザーケース、これをですね、過去に作りました。今までこれを何個か作ってですね、プレゼント企画だったり、普通にプレゼントしたりっていうのをやってたんですけども、先日ですね、アンケートというのをやりました。それがですね、こちらのナイフケース、どうもね、商品ができそうな見通しになってきましたので、皆さんがですね、オピネルの何番を使ってるのかっていうのをちょっとアンケートでお聞きしてみました。で、アンケートを取った結果ですね、9号を使ってる方が一番多かったです。9号を使ってる方が一番多くて、8号と10号っていうのはですね、9号を使ってる方の半分ぐらいかな、それぐらいだったので、おそらく9番使ってる方が一番多いのかなという印象があります。で、こんな感じでですね、8号のナイフケースっていうのを作ってましたが、この度ですね、商品化できそうだということで、9号が入るケースを作ってしまえば、おそらく10号も8号も入るんじゃないかっていうことで、ちょっとね、試作品を作りました。それがこちらなんですけども、ちょっとね、わかるかな、ここがね、ちょっとずんぐりむっくりしすぎちゃったんですよ。なので、さらにここから、もう一つちょっとね、スリムなタイプのものを作りました。こっちと見比べてもらうとですね、こちらの方が、幾分かですね、シャープになってるのがわかるんじゃないかなと思います。で、ナイフを入れた感じなんですが、例えば8号いきますね。8号を入れた場合はこう入りまして、ここまで入ります。そして9号を入れた場合はここまで入ります。で、今度10号を入れた場合はここまで入ります。で、ここまで入るんですが、ちゃんとボタンも止められるようになってます。なので、この形でですね、このサイズで、ちょっと商品化できればっていうので進めていきたいなと思ってるんですけども、こんな感じでナイフケースを今考えてますよというところのお話でした。で、僕もそうだったんですが、このオピネルナイフを買う時っていうのはですね、一番最初に悩むのってまずサイズだと思います。サイズがよくわからないっていう人が多いんじゃないかなと思います。で、僕はね、いろいろ調べた結果、8番でもいいんじゃないかなみたいな感じで8番を買ったんですけども、9番にするべきか10番にするべきかっていうのは結構悩みました。なので、今回はですね、このサイズ感っていうものも見ていただければなと思います。まず8番からやってみますね。これが9番、そしてこれが10番です。で、僕が買ってるオピネルナイフっていうのは全て、ステンレスの刃のものを使ってます。カーボンスチールってものもあるんですが、そちらはですね、やっぱり錆びる可能性が少ないものが欲しいなということで、全てステンレスにしてます。で、僕的にはですね、このオリーブウッドっていうのが大好きなので、全部オリーブウッドで揃えたかったんですけども、どうやらね、オリーブウッドが10号とかはないのかな、なんかそんな感じがしたので、今回はね、普通のこのウッドハンドルを選んでます。さあ、こうして見るとですね、結構大きさが違うのがわかるでしょうか。この刃の長さなんですが、8号であれば 8.5 センチぐらいでしょうか。9号であれば9センチぐらい、そして10号であればだいたい10センチぐらいですね。ちょっとね、正確な長さが測れずに申し訳ないんですけども、8号と10号の違いっていうのはですね、だいたい 1.5 センチぐらいかなと思います。もうちょっとあるかもしれませんけどね、もうちょっとあるかもしれませんが、すいません、うまく測れないので、だいたい 1.5 センチぐらいと考えましょうか。このね、 1.5 センチだったら大して変わんないじゃんって思う方もいると思うんですが、手に持った時はね、全然大きさが違うんですよ。当然グリップもね、大きさが違うっていうのがあるんですけども、まず8号を持った時はこんな感じです。9号を持った時はこんな感じ、10号を持った時はこんな感じです。もうね、グリップのね、大きさが全然違うんで、これだけ違いますからね、8号と10号って。で、当然ながらグリップの太さも違います。実際使ってみると分かるんですが、このね、 1.5 センチの刃の違い、これがね、かなり大きいです。論より証拠ということでですね、実際に見ていただきましょう。これが8番です。
刃の長さがですね、ちょっと短いのがわかるでしょうか。ちょっと短いので、切るときにですね、こっちからこういくか、もう何回かこうギザギザいくしかないんですよね。で、これが9番。まあ体感的にですね、ちょっと切りやすくなったかなっていうのがわかります。ザクザクっといけるような感じですね。続いて10番。ここまで刃が長ければ、ザクッと全部いけそうな気がします。じゃあ実際に切ってみましょう。8番。何回かねギコギコする必要があったし、このギコギコのね感覚もちょっと大きいんですよね。次9番です。次10番。これだと余裕があるんですけど、8番になってしまうとね、わかりますかね、もう結構余裕がないんで、ちょっとずつこう切っていくみたいな作業が必要になってきます。まあ、そういう意味でね、野菜切れやすいのはおそらく10番かなって感じがするんですよね。9番もいいんだけど、10番の方がおそらく切れやすいかなと思います。ただね、僕はね手がそんなに大きい方ではないと思うので、まあ普通なのかな。なのでこの手に収まりやすいというか、こう吸い付くような感じでグッと握れるのは9番かなという感じがします。10番になるとね、グリップが太いんですよ。まあこれずっと僕がね8番持ってるっていうのもあるのかもしれないんですけども、8番よりかは9番の方がやっぱり使いやすいかな、大きさ的に。こういう野菜とか切るとね、よくわかります、それが。今度はね、同じようにレモンいってみようと思います。レモンもまあこれ普通サイズですよね。まあそんなに大きくはないですが、これもね、わかるかな。8番だと、ちょっとこの動きが必要なのがわかりますよね。刃が短いから。9番だと、これもちょっとやっぱり短いのかな。そして10番。10番はいけそうですよね。さあ今度はね10番から切ってみます。続いて9番。変な切り方になった。じゃあいきます。9番、8番、もう一回8番いきます。8番だとこんな感じ、9番だとこんな感じ、10番だとこんな感じ。続いてはですね、グリップの長さをちょっと見てみたいなと思います。留め具のところを起点にしてます。ここですね、ここを起点にしてるんですけども、8号であればだいたい 10.5 センチぐらいでしょうか。続いて9号を見てみますと、11.67 センチぐらいでしょうか。続いて10号を見てみますと、だいたい13センチぐらいなのがわかります。まあ、これがね何センチって言ってもなかなか難しいかもしれないんですけども、例えばね、僕の手のひらでいくと、手のひらのこの一番幅が広いところがだいたい 8.5 センチぐらいなのかな。まあ、これでね持ってみると、8号、9号、10号といった感じです。10号は僕にとっては結構太いかな、グリップのところが太いなと思います。で9号だと僕にとってはちょうどいいかな。切るときはね、もちろん10号の方が、長いものとか野菜とか切りやすいなと思うんですけど、このねサイズ選びって結構難しいと思うんですよ。実際に持ってみてどうかっていうのも人によって違うと思うので、まあ一概にね何番がいいですよっていうのはまあ難しいのかなと思ったりもしますけども、まあ今回ですね、自分自身が8番9番10番、持ってみて使ってみて思ったことは、今までね8番使ってたんで、まあ、これで十分だろうと思ってました。でまあ8番から変えなくてもいいやと思ってたんですけども、9番10番使うと、なんて言うんだろうな、8番もね悪くないんですよ、全然悪くないし、使いやすいんですけども、
9番10番使ってみると、まあ、ちょっとね大げさに言うと世界が変わるなという感じがします。いろいろねこれから使っていく過程でですね、やっぱり10番が良かったとか、8番の方が良かった、9番の方が良かったとかって変わっていくと思うんですが、まあ、その辺はですねこれからいろいろと使ってみて、自分に合ったサイズっていうのを、見つけていきたいなと思ってます。僕が住んでる地域みたいにですね、この8番と9番と10番、実際に手に持って試してみたいんだけど、そもそもこのオピネルナイフが置いてないとかですね、そんなに種類がないよっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、この動画がですね、そういったオピネルサイズの選び方に迷ってる方の、参考になればいいなと思います。まあ、そんなに詳しい比較はしてなくて申し訳ないんですけども、今回はですねこの2種類を追加で購入してみて、3種類のですねサイズ感を調べてみました。それとですねこのナイフケース、このナイフケース自体は、今回は僕が作ったものになりますけども、これもですねちょっとずつ商品化を進めていきたいなと思っておりますので、また情報が出次第ですね、このチャンネルで発表いたしますので、ぜひ見てみてください。ということで今回はオピネルナイフの3種類、こちらの比較でした。それでは